ちょっとあれで近くで見てみない。見てごらんよ。見てごらんよ。いや俺は本当にマジで全然こういうの本当に、まあね、エロい意味で見る。だからもう美術館に来たみたいなね感じで。ああ、見方が違うね。まあまあちょっとそんなに寄る必要もね。いやそんなに寄らなくてもいいんだけど、ね、興奮してんじゃねえ。昭和、いやいやいや、あんな、お前、昭和、お前ら、いや、昭和、そんなゲスなボケある、まあ、めっちゃチャンプリン、昭和の深夜番組、これはひどいな、ひどい、これはひどい、こんなに突っ込んで後悔するの初めてだ。トークもやって、トークもやって、いや別に、まあ、見えてますからね。俺、まあ、自分も一応多少はインスタもしてるんで、ね、やっぱりちょっとこういうのを見てその参考にしたいっていうか、キコちゃんとかだったらこう何でもない写真がなんかこうおしゃれになったりとか、うまいことフィルターかけてたりとかするから、いいね、やっぱ簡単ですね。なんか勉強になるなと思いますよね。興奮してきたね。やめろ。昭和の舞台なんやねん。なあやめろ。なほんまに恥ずかしいボケ。いやもうボケとしてほんまに恥ずかしい。これもそんなボケはいかん。ウキ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 ウこれ車の鏡です。あ、車の鏡。あ、車か、車です、トラックの。でも何気ない一枚だけど、なんかね、やっぱおしゃれだよね、水原さん。そうですね、なんかやっぱ、どう？やっぱなんか何やってもおしゃれになるんだなと。興奮してるじゃん。やめなさい。君はやめなさい。何やってんの。何やってんの。一流俳優が。そら、そらこの番組苦手になるわ。こんなことやらされたら。もう妻部くん本当に今のは申し訳ない。もうこの男たちがやらない。場合によってはもう妻部くんのとこからオンエアしてください。やめてくださいよ。勝手にやり始めたみたいな。